島第一原発の処理水の放出があった24日に北京の日本大使館にレンガのかけらが投げ込まれていたことが分かりました。大使館関係者によりますと、投げ込まれたのは手のひらに収まるくらいのレンガのかけらで、24日の処理水の放出後に大使館の正門から中に向かって投げ込まれました。建物や人に被害はなく、投げた男はその場で取り押さえられ連行されたということです。北京の日本大使館では一部での反日感情の高まりを受け警備を強化しています。